はい、ということで続きをやっていきましょうか。歪みの国のアリスですね、チェシャ猫から逃げるところだったと思います。はい、走って走って息が切れ始めた頃、前方に扉が見えた。あれはさっき見た小さい扉だ。ただ今見ると普通より少し小さいだけの普通の扉に見える。そうか、この大きさだったらあそこを通れる。確か扉の向こうには階段があったはずだ。降りればきっと外に。どこへ行くんだい、アリス。キャーこれ前回さ、俺あえて出さなかったんだけど、絶対出ねえからね、この女声とかさ。私はスカーフの裾を踏んづけてその前にベショッと転んだ。慌てて振り返るとすぐ後ろに、後ろ向きのチェシャ猫が立っていた。気配も足音も全くしなかったの。ナナ、もう後ろを向いてもいいか。変だ、この人絶対変。いくら私がいいって言うまでこっちを見るなって言ったからって、普通そのままでついてくる。アリス、もういいかい。ダメ、こうなったらこっちも意地だ。そう、チェシャ猫はやっぱり異議を唱えるでもなく、ただうなずいた。後ろを振り返りながら歩くと、灰色フード男は後ろ向きのままスルスルと追いかけてくる。やっぱりこの人後ろに目がついてるに違いない。新手の妖怪化者に言ってる場合か。ついてこないでください。どうしてだい。あなたといると良くないことばっかり起きるもん。でもアリス、いいからついてこないで。僕らのアリス、君が望むなら。そう言うとチェシャ猫は歩みを止めた。私はその隙に猛然とダッシュして小さな扉に飛びつく。この扉は小さい、あの人は通れないはずだ。私は扉の向こうへ急いで駆け込んだ。これで負けた。バタン。背中で小さな扉を閉めると、そのまま背中を預けてズルズルと座り込んだ。ほっとすると同時に涙腺が緩んだ。もうやだ、なんで私がこんな目に遭わなきゃならないの。こんな小さくなっちゃってこれからどうしたらいいんだろう。ぐっと目をつぶった時、突然頭上から明るい声が降ってきた。明るい声。どうしました、お嬢さん。顔を上げてみて私は固まった。ハリネズミ。そこには謎の巨大動物が立っていた。なんか服着てるぞ。何これ、クマ。クマ、アライグマ的な。何泣いてるんですか。巨大動物は警戒心のない間延びした声を発した。あなた誰。クマ。違いますよ、僕はハリネズミですよ。合ってた。クマに間違われたのか心外なのか、ハリネズミは激しく首を横に振った。ハリネズミ。私は目の前の大きな動物をまじまじと見つめた。細く突き出た鼻先、白目のない黒いつぶらかな目、ずんぐりむっくりした体を覆うごま塩色の硬そうな毛皮。言われてみれば確かにハリネズミだ。図鑑で見たことがある。そっか、私が縮んでるから大きく見えるんだわ。なんでハリネズミが日本語喋ってるの。え、なんで学校にハリネズミがいるの。え、私の質問にハリネズミはポカンと口を半開きのにしたまま固まった。なんか言え。ダメだ、私以上に聞かれた本人が悩んでる。もういいです、気にしないで。このままじゃ永遠に話が進みそうにない。私は質問を打ち切った。ハリネズミはそうですかとニコニコ笑っている。そういえばさっきスーツを着たウサギだって見たもの。ハリネズミがエプロンしてて喋るくらいどうってことな。何急にベーンって。びっくりした。いつの間にかそのハリネズミの顔がドアップで迫っていたのだ。やめてくれ、近づかないでくれ。何がですか。何がって、その顔の近さはあんまり普通じゃないと思うんだけど。ところでお嬢さんはここで何をしてるんですか。ものすごい至近距離のままハリネズミは問いかけてきた。
私は自習室で寝てたの。そしたらフードの、ふんふん、距離を取ろうと身を引いたけど、ハリネズミはなおも近づいてくる。変な人が。はあはあ、それで？無理、こんな状態で喋るのは無理。ちょっと顔近すぎ。私はやんわりとハリネズミの顔を押し返した。え、ああすいません、つい気を悪くした様子もなく、ハリネズミはようやく離れてくれた。それでそれで、うん、なんだか説明するのも面倒になってきちゃった。最初から事情を話すと長いし、うまく説明できる自信もないし、困ってるの。私はものすごく端的に状況を述べた。はあ、困ってるんですか。ハリネズミは生真面目な顔をして私の前に正座する。だって小さくなっちゃったし、服も脱げちゃうし、学校から出られないし。やだな、ちっとも小さくないですよ。ハリネズミはひらひら手を振った。元の私はもっと大きいの。私、元の大きさがいい。そうですか、そのくらいの方が可愛いですよ。慰めてくれるのはありがたいんだけど、また顔が近づいてきてる。どうしてそんなに顔を近づけて鼻をヒクヒクさせるんだろう。美味しくないぞ俺は。私、何か変な匂いする？汗臭いのかな。私は心配になって自分の匂いを嗅いでみた。まあ言って、さっきからずっと全力疾走してしな、あんまりわからない。でも自分だからわからないのかも。え、しませんよ変な匂いなんて、全然。ハリネズミは首と手を激しく打った。ならいいんだけど。そんな私をほんの少し黙って見ているハリネズミは、いやいやって私の顔を覗き込んだ。お嬢さん、ひょっとして。ハリネズミの黒い鼻先が私の鼻にピトッとくっついた。何？え？アリスじゃないですか。違います。私は即座に首を振った。せっかくアリスを連発する灰色フード男から逃げてきたのに、このハリネズミまでアリスとか言い出すのか。ああ違うんですか。ハリネズミはがっくりと肩を落とした。何もそんなにがっかりしなくても。あんまり激しく落ち込まれたので、私はなんだか申し訳ない気分になった。違うけど、チェシャ猫って人にはそう呼ばれたわ。チェシャ猫って灰色のフードかぶった人なんだけど、という後半部分は多分彼の耳には届かなかっただろう。ガツッと私の肩を掴んでハリネズミは叫んだ。じゃあアリスですね。何この勢いは。だから本当は違うんだけど。いいえ、猫が呼ぶならアリスです。ハリネズミはきっぱりと言い切った。やっぱりな、そうだと思ったんですよ。だって匂い。なんでそこで急に黙るの。匂いが何。え、いえ別に。本当に。そんなことより、僕らのアリス、お帰りなさい。キャー。力任せに抱きつかれて私は動揺する。私は生粋の日本人なので、こういうスキンシップには慣れていないのだ。まあハリネズミに抱きしめられることには外国の人だって慣れていないだろうけど。まあそうだね。しかもちょっと痛い。僕は幸運です。アリスに会えるなんて最高です。いたたたた。噂には聞いてたんですよ。僕は若いのでまだアリスに会ったことがなくって、もう会えないんじゃないかなんて親方には言われたんですけど。親方。でも僕はずっと夢見てて、いつか絶対。そこでハリネズミは再び黙り込んだ。今笑った。え、いえ別に。そう。なんだか不穏な笑い声が聞こえたような気がしたんだけど。ね、アリス、ぜひ当店をお越しください。当店。ハリネズミは私の両手をぎゅっと握りしめた。当店って。僕の親方がテーラーをやってるんですよ。ぜひ寄ってってください。親方にも分けてあげたいですし。分けてあげたい。分けるって何を。けれど興奮しまくったハリネズミに私の声は届いていなかった。
その様子じゃ服だってご入り用でしょ。うちにはアリスの服が置いてありますから。アリスの服。さあさあご案内しますよ。すぐそこですから。わあ。ハリネズミはものすごい力で私の手を引っ張った。私はほとんど引きずられるようにして立ち上がる。でも私、お金持ってないし。お金なんていりませんよ。お金なんてね。ハリネズミはなぜかうっとりとした顔で鼻をひくつかせたんだった。私はハリネズミに連れられ、一階へ向かった。えっちらおっちらと階段を降りていく。だがほとんど自分の背の高さと同じくらいあるため、階段を降りるのも一苦労だ。3階、2階はまるでもともと存在しないかのように壁で封じられていて、立ち寄ることはできなかった。またなんかちっちゃい扉が。はい、こちらですよ。ある教室の前でハリネズミは振り返った。ここって被服室じゃない？いいえ、仕立て屋ですよ。ほら、とハリネズミが指さしたドアには4階にあったのと同じような小さなドアがくっついていた。あ、ひらがな、仕立て屋。その脇に、仕立て屋、服、お作りします、という看板が立っている。さあ、どうぞどうぞ。私はハリネズミに促されて中に入った。あ、仕立て屋だ。被服室の中は、大小様々な、様々ってこういう書き方か、大小様々な洋服が点でバラバラに吊るされていた。人形サイズの服から天井に届きそうなほど長い丈の服まで。誰が着るんだろう。サイズは豊富だ。これなら私が着られる服もありそうだ。作業机には床からはしごがかけられていた。こっちですよ、アリス。ハリネズミは服の林を通り抜け、軽々とはしごを登っていく。私もそれに続いた。遅い。何油、うるるるる。何油売ってやがる。ごめんな、しょっぱなから。はしごを登り切った途端、威勢のいい声が飛んできて私は思わず首をすくめた。おめえがいねえと針が立てらんねえだろ。足らねえだろう。机に広げられた生地には針で型紙が留められている。その布の前で男の人が仁王立ちになっていた。男の人、おお、男の人、絆創膏だらけ。その手に何本も巨大な、普通の人間にしてみれば普通の大きさの待ち針を握っている。顔は、よくわからない。なぜなら顔も体も大量の、絆創膏に埋め尽くされていたからだ。よっぽど下手くそなんだろうな、こいつ。絆創膏男。私は軽く額を押さえた。ああ、また変な人が。すいません、親方。こいつが親方か。ハリネズミは絆創膏親方に駆け寄ると、ぶるっと体を震わせた。シャキンと体中の針が立つ。親方はそのチクチクだった針を幾本か引き抜いて、型紙を布に縫い留めていった。私だって知人だったりして、あんまり普通とは言い難いもの。それなのに他人にばっかり普通を期待するのも悪いよね。まあ、確かに。自分で自分をなだめていると、ふと絆創膏親方と目が合った。あ、なんだ、嬢ちゃん。誰だ？あー、そうです。そうなんですよ。ぴょんとハリネズミが飛び跳ねたのって、体の針が親方の手にぷっすりと刺さった、そういう理由で絆創膏なんかい。言ってー！ああ、すいません、親方。お前な、いつもいつも。ごめんなさい、ごめんなさい。でも、そんなことよりお客様なんですよ。噴煙やる方ないといった風の親方だったけれど、私を見ると大きく息を吸い込んで怒りを沈めた。みんなごめんな、俺漢字読めねえんだ。いらっしゃい。何にいたしましょう。まるでお寿司屋さんだ。まだ回転寿司にしか行ったことないけど。私、服を。ああ、服ね。オーダーメイドで最高の服を作りしやすぜ。どんなのがお好みで。すかさずハリネズミが割って入る。親方、
服ならあるんですよ。ああ、何寝ぼけたこと、寝ぼけてやる。この嬢ちゃんから注文を受けるのは初めてだろ。違うんですよ、こちらアリスなんですよ。アリスだと。絆創膏に埋もれた親方の目がキラリと光った。それにしてもすごい絆創膏言ってる場合か。そこじゃねえだろ今。一体何枚くらい貼ってあるんだろう。お風呂に入るときとかどうしてるのかな。アリス。親方が衝撃を受けたようによろめいた。え、あ、いえ、あの、私は。おかえり、俺たちのアリス。なんだか知らないけど歓喜余ったらしい親方が両手を広げて突進してきて、やめてくれ。キャー、私は思わず避けてしまった。だってつい、あ、勢い余った親方は机から床へとダイブした。これこの高さだったら死ぬんじゃねえか親方。あー、親方ー。ごめんなさい。生きてるだと、いいってことよ。階段をよじ登ってきた親方はよたよたとしながらも笑って許してくれた。見た目は異様だけどいい人だ。しかしアリスにまた会えるとはな。親方は感激の面持ちで、と言っても目は見えないんだけど私を見た。こんなに歓迎されるとアリスじゃないって訂正しにくい。親方、親方、アリスに服を出してあげてくださいよ。弟子が親方をつつく。おお、そうだな。よし、そっから取ってくるからな。アリスはちょっとそこで待っててくんな。おい、ハリー、手伝いな。はーい。親方はハリネズミのハリーを従えて机を降りると、ドア続きの隣部屋へと向かった。被服準備室が倉庫になっているらしい。なるほど、なんだかよくわからないけど服をもらえるみたい。よかった、ずっとスカーフのままじゃ心もとないもんね。私は机の端に腰を下ろしておとなしく二人を待つことにした。けれども二人はなかなか戻ってこなかった。何やってんだ。遅いな、何してるんだろう。何か困ってるのかな。私に手伝えることとかあるかしら。うん、暇を持て余してしまった私は机を降り、二人の後を追って倉庫、過去準備室へと向かった。入り口まで来ると、中からかすかに師弟の話し声が聞こえてきた。すいたら、けど、めだ、ちょうど、あっさと。入り口からそーっと中を覗くと、師弟が背中を丸め頭を突き合わせていた。何かの相談をしてるみたいだ。うわこんな感じの声でいいの。声をかけると叫び声ともに親方が飛び上がった。アリス、どうした。そっちこそどうしたの。別に何も。それにしては挙動が不審すぎると思うんだけど、何かお手伝いすることあるかなと思って。ない、全然ない。そう、でもいいからアリスは外で待っててくんな。すぐに用意するからな。私は肩をつかまれぐいぐいと外に押し出されてしまった。何なんだあいつ。親方、やっぱり一人じゃ持てませんよ、手伝ってくださいよ。中からハリネズミの情けない声がする。おう、今行く。親方はギクシャクした動きで中に戻っていた。何なの一体。何なんだあいつら。女王っつってた。ややあって二人は大きな白い箱を運び出してきた。お待たせしました。これ随分大きくない。箱は敷布団を2枚並べたくらいの大きさがあった。でっけえなおい。しかし今現在の私から見たら、ああ、なるほどな。いや、これがアリスの服だからな。そう言って親方はハリーに命じて蓋を開けさせた。中には赤い服が入っていた。シンデレラ色っていうのかな。シックな赤色だ。
その脇には何か白い布と黒い靴も入っている。うん。私は親方のそばに近づいて服を見下した。やっぱりすごく大きいよ。子供の服みたいだけど、今の私にはそれでも大きいわ。聞いてる？反応がなかったので顔を上げると、私を凝視する親方と目があった。大きくね、大きくね、全然大きくねえぞ。親方はブンブンと顔を頭を横に振る。その鼻がなぜかヒクヒクと動いていた。親方、試着室へ運びましょうよ。おう。弟子にせっつかれた親方はそそくさと箱を運び始めた。試着室は家庭科室の一角にしつらえていた。絶対大きいってばという私の主張はきれいに聞き流され、試着室の服の箱ごと押し込まれる。試着室は普通の人間サイズなので、カーテンを閉めるハリーは大変そうだ。最後にニコッと私に笑いかけると、ハリーはカーテンを閉め切った。うん、絶対大きいって言ってるのに、てか下から普通に覗けちゃうぞこれ。私は箱入りの服を見下ろした。仕方ない、着てみせて無理だってことを分かってもらうしかないか。うんしょと服を箱から引きずり出してみる。やっぱりどう考えても大きい。 3,4 歳の子ならちょうどいい大きさだろうけど、縮んでしまった今の私にはそれでも大きいんだ。服はワンピースのようだった。ん？服の下に入っていたものを見て、私は一人バタバタと慌てった。ん？下着まで、なんでこんなものまで用意されてるの。まるで私が素っ裸になることを予期してたみたいだ。ありがたいけどちょっと怖い。私は仕方なくワンピースに袖を通してみることにした。もちろん本気じゃなかった。袖だけで体がずっぽり入ってしまいそうな大きさなんだ。サイズが合うとか合わないとかの次元じゃない。けれど袖を通した途端、ブカブカだった袖がヒュッと縮まって吸い付くように私の腕にフィットした。ん？何これ、何なのこれ。着てみると次々に服は縮み、最終的に私にぴったりのサイズになった。そんなバカな。全く理解はできないけど、もうどうしてとかなんでとかは考えつかれた。考えたところで多分私の脳の中に答えは存在しない。世の中って私が思ってるよりもずっと不思議にできてるんだな。私が世界の不思議をしみじみと受け入れている。またひそひそ声が聞こえてきた。内緒話って意外に耳に届くのよね。一本くらい猫が極上の味上。さっきから何の話をしてるんだ。どうですかアリス。不意に声をかけられて盗み聞きをしていた私は必要以上に慌った。いやもう少し待って。私は中途半端に着ていた服を一旦脱いだ。服がこうならひょっとしてこれも。そう思って下着をつけてみると、やっぱり服のようにシュルンと縮んでフィットした。うん、便利かも確かに。私は揃えられた服をありがたく身につけた。靴も服同様縮んでいったりと私の足にはまった。鏡に映った自分の姿を眺めてみる。なぜ目が暗い、怖い。これはこれで異様だぞ。それは藍色じゃない、これ何だったかな、紅色みたいな、そんな感じの感じだったような気がする。エプロンドレスだった。色はシックだけどなんだかメルヘンチックな服だ。私は鏡の中の自分にちょっと眉をしかめた。こんな可愛い服ちょっと気恥ずかしいな。服っていうより衣装に近い感じだし。アリス、よろしいですか？カーテンの向こうからハリーの声がした。仕方ない。今はデザインに文句をつけられる状況じゃないし、服があるだけ感謝しなくちゃ。はーい。返事をするとカーテンが開いた。あー、お似合いです。お似合いです。軽く言いながらハリーが飛んできて、エプロンのリボンを結び直してくれた。やっぱり。アリスはこうでなくっちゃな。妙にうっとりとした声で親方は頬を緩ませた。変じゃない。
恐る恐る聞くと親方は大きく首を横に振った。ちっとも、むしろアリスはその格好でねと、こっちが落ち着かねえや。よくわかんないけどありがとう。ちょっと照れるけどお世辞でもそう言ってもらえるとほっとする。それであのお題とかは。さっきハリーはいらないと言ったけど、そういうわけにもいかないだろう。生地も仕立てもしっかりしている。普通に買ったらそれなりのお値段になる代物だと思う。縮むあたり値段なんてつけられないのかもしれないけど、確かに。それなんだがな。お題なんていいんですよ。なぜか口ごもる絆創膏親方に押しのけ、ハリーがズズイッと前に出てきた。ちっちゃな手をスリスリとすり合わせる。お代はいいんですけど、その代わり一本もらえたらなって思って。一本って何を。私今何も持ってないの。やだな、持ってるじゃないですか。ハリーははしゃいだように手をバタつかした。持ってるものならいいけど、何を一本欲しいの。腕。腕一本ください。ハリーはとんでもない要求をにこやかに言ってのけた。は？二本もあるんですから、一本くらいいいでしょう。ね。そう言いながらハリーは私の右腕をつかんだ。腕ってどういうこと？腕なんか何するの？なんだか突然の展開に頭がついていかない。腕が欲しいって何？嫌ですよ、アリス。食べるに決まってるじゃないですか。冗談でしょ。けれど二人のランランと輝く目が冗談でないことを物語っていた。美味しくないよ。私の腕なんて絶対美味しくない。私はちぎれそうなほど首を振った。何を言ってるんですか、アリス。美味しいですよ。アリスはすっごくいい匂いがするんですよ。なんかさっきから二人とも鼻をヒクヒクさせてると思ったら匂いを嗅いでたの。アリスの肉は甘くてとろける。この世に一つの極上の肉。親方は夢見るような顔でつぶやいている。その口からはタラタラとよだれが垂れていた。この人たち本気だ。食われる。いや。逃げ出そうとした私を親方が床に突き倒して、ガンと顎をしたたかに打ちつける。大丈夫ですよ、アリス。すぐ済みますから。親方、押さえといてくださいね。頭上でシャキンと軽やかな音がした。ハリネズミが両手で構えていた巨大な裁断バサミ。やだやだ、腕はダメ。じゃあ足もダメ、全部ダメ。ダメですよ、アリス。動くと余計痛いですよ。切ったらどっちにしても痛いじゃない。ひどいわ。親切だって思ってたのに。私の恨み節にハリーはなぜか慌てたように首を振った。僕らアリスが大好きなんですよ。じゃあこんなことしないでよ。ほら、よく言うじゃないですか、食べちゃいたいほどに好きだって。それは言葉のあやなの。本当に食べちゃダメなの。じゃあせめて指一本ずつってのはどうだ。取りなすように絆創膏親方が口を挟んだ。いやです。アリス、心配しないですよ。美味しく、残さず食べますから。そんなこと心配してるんじゃないわ。ほらほら親方、ちゃんと手を押さえててくださいね。力ではかなわない。私の右手はぐいぐいと床に押し付けられる形で伸ばされた。肩口に裁断バサミの刃がピタリと当てられる。嘘でしょ、こんなの。血の気が引く。気を失いそうだけど今気を失ったらそれこそ腕がなくなる。じゃあ行きますよ。私はマジかい。これはね、どうすればいいんだろうな。どっちなんだろう。大声を出してみる。助けを呼ぶ。私は目をつぶって大声を上げた。いやー、誰か、待って、ギャー。
今の誰の悲鳴？私じゃない。誰か助けてくれと恐る恐る目を開けると、そこには、ん？頭から黄色い花を咲かせた親方の姿があった。かわいい。プラスチックの花の飾り付き待ち針が親方の頭に突き刺さってる。それはそれでえぐいけどな。その背後に巨大なにんまり顔が見えた。チェシャ猫、何をしてるんだい。言いながらチェシャ猫は待ち針をもう一本親方の頭に刺した。キャッという短い悲鳴とともにお花が2本親方の頭で花開く。猫じゃねえか。親方はびくついたように笑った。あんまりアリスをいじめると食うよ。キャキャって、今度は青い待ち針の花が親方の頭に咲いた。いや、分かってる分かってるさ。親方は慌てて私を解放した。さあ仕事仕事、アリー行くぞ。そう言ってお花満開の親方はハリーの首根っこをつかんだ。無事なのかお前そのままで。ああ、親方嫌ですよ。僕はアリスが食べたいですよとごねるハリーを引きずって親方はスタコラと机を上がっていった。私は呆然とその姿を見送ってから巨大なチェシャ猫の顔を見上げた。相変わらずにやけた口元としか見えない。文字がちっちゃくてすげえ読みづれな。その巨大な口を見ていったらボロボロと涙が出てきた。この人も私を食べようとしてる。この大きな口をパックリ開いて私を飲み込む。私はうーっとうなった。私は美味しくないよ。チェシャ猫はわずかに首をかしげた。アリスも美味しいよ。美味しくない、だから食べたりしないで。僕はアリスを食べないよ。私は巨大な笑い顔を見上げた。目が見えないので真偽を判断する材料に乏しい。本当なら美味しそうだけどね。油断ならない。服をもらったんだね。よかったねと言ってチェシャ猫は乱れていたエプロンの裾をちょいちょいと指でつついて直してくれた。さあアリス、白ウサギを追いかけよう。やだ、追いかけない。私はそっぽを向いた。みんなアリスが好きだからね、一人でいると。チェシャ猫はぐるぐると喉を鳴らした。食われるよ。それは嫌だ。そういう食材としての好かれ方は嫌だ。確かに。行く、一緒に行く。私は素早く前言を撤回した。いい子だねアリス。チェシャ猫は満足そうにうなずいて私を手に拾い上げた。私はその手に従いながら諦めとともにこっそりつぶやいたのだった。だからアリスじゃないんだけどな。はい、ということで、またちょっとそのパートが変わりそうなんで、とりあえず今回は時間もいいしここまでにさせていただきたいと思います。アリスは美味しいんですね。まあ、ようやくアリスの姿っていうなんか一枚絵が出てきたんですけれども、まあ、確かに目元は暗かったんですけれども、多分目も可愛い感じだと思うんでね、まあ、言ってサムネにもしたんですけれども可愛い感じなんで多分美味しいんじゃねえのかなと思います。ということで、まあよくわかんないんですけれども、とりあえず今回ここまでにさせていただきたいと思います。もしこの動画が面白いなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターのフォローをぜひぜひよろしくお願いします。ということで、でもってですね、こちらのアプリ、無料配信されてますので、ぜひ皆さんもやったことがないよって人はやってみてください。ということで、今回もご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。バイバイ。